2016年8月 YouTube にアップした動画、PPAP、ペンパイナッポーアッポーペンがジャスティン・ビーバーをはじめ、国内外様々な有名人がシェア、モノマネ動画を投稿したことで、CNN、BBC などの大手海外メディアに取り上げられ、世界中で大ヒット。世界で一番有名な日本人となる、YouTube では、3週連続で再生回数、世界1位を獲得。日本人初の快挙として国内外で大きく取り上げられた。PPAP の再生回数が約1億3300万、ウルトラ、ロングバージョンも含めると合計で約5億回。一般の人がアップしたピコ太郎のモノマネなどの関連動画は合計で約20億再生。全世界中で大ブレイクを巻き起こし、日本人としては26年ぶりにアメリカビルボードホット100にチャートイン、77位。同チャートにチャートインした楽曲の中で、一曲の長さが最短、として、ギネス世界記録に認定された。さらに昨年2019年には、飛行獣プロジェクトと称して、10週連続で YouTube にて新曲を配信。こちらも大きな話題となった。そして今年、世界のピコ太郎が今の時代に送り出したのが、2020年バージョンの PPAP。公開後すぐに世界中で大きな話題を集め、YouTube 再生回数は約1000万回となり、多くの人のもとに笑いと手洗いの大切さがしっかりと届けられた。その話題の楽曲、PPAP2020 は、5月1日よりダウンロードとストリーミングでの配信がスタート。となり、さらに同日には、PPAP バージョンの、すき焼きのカバーが YouTube で発表された。そして今回、ホッピンフラッピンクオートなる新曲を発表。この楽曲も自宅で録音されて自宅で撮影されたもの。またまた子供たちに人気が出そうだ。この約1ヶ月で3曲発表し、世の中に笑いと音楽の素晴らしさ、そして自宅での楽しみ方を伝えるピコ太郎の STAYHOME 三部作の誕生だ。ピコ太郎コメント、ぴょんぴょんは HOP、パタパタはフラップ、自粛生活で運動不足の方も多いのでは。それでは到底できないジャンプし続けるソング、ひたすら飛んだり跳ねたりするだけの曲を作りたかったのですピコ。ただジャンプするだけでなく、手遊びの要素も入ってるので、手の振り付けも忘れずに覚えてほしいピ。